皆さん、こんにちは、みーこです。今日はお天気よくって、この窓辺もね、今21度あります。さっきまで窓を少し開けてたんですけど、21度あってね、とっても暖かい日なんですが、年末年始に寒波が来るっていうことで、前回の寒波到来で、うちの寒さ対策をちょっとね動画にしたんですけど、その時にねまだね紹介しきれてない家の中に入れた多肉があったので、今日はねそれを紹介していこうと思って動画を撮っています。実はねこの観葉植物とか多肉を載せてる棚の下、ここにねカゴをね一つ置いてるんですよ。それをねすっかり忘れてたので、今日はねこのカゴの中とこの葉差し、サフラン出たんですよ。サフランとエリザベスも根っこがね結構2枚とも出てて、でこっちのアルケインとロイヤルプリティと、なんだっけもう一個、そうそう、エゲリアも根が出てて、みんなねもう枯れないうちに植えたんですけど、本当にねこれからのね成長がね楽しみです。もうね可愛い子たちばっかりなので、このままね枯らさずにね成長してくれたらと思っています。今ちょっとねまた隣でねカノンがいびきかいて寝てるので、もしかしたらまたいびきが入っちゃうかもしれない。この棚の下にはちょっとハサミとか鉛筆とか小物類をね置いています。でこっちがね葉差し、ここ結構あったかいのですぐにね根っこがね出てきてくれるので、ちょうどいい置き場かなって思ってます。でこれが今回ねご紹介していく多肉になります。はい、じゃあね一つずつね見ていこうと思います。まずはね この子にしようかな。王妃雷神錦、この子はね北海道で元気だったんだけど、こう広島に帰ってきてちょっとね暑さでやっぱり葉焼け少しして、今ねちょっと復活してきてるかなって感じです。でこっちの子はもうセダムですね。これもちょっと寒さでキュッとね引き締まって小さくなっちゃってるんですけど、まあ元気にね育ってくれてます。でこっちは虹の玉、葉差ししてちょっとね大きくなってきた虹の玉と、横にねセダムが植わってます。このセダムもねちょっとね伸びてきてるんですけど、でこっちの子がこの間カットした樹氷、このここからねカットしてます。この子も増やしたいのでカットしてね、とりあえず刺せるところに刺したっていう感じですね。でもねやっぱりカットして刺した子は紅葉してないですよね。で次がこのパンクチュラータ、パンクチュラータももう一個の方も家に入れたんだけど、この子もやっぱりねちょっとビアホップが一緒に葉差しでねもう勝手に育った子がここにいたので、家の中にね入れてます。でこっちもねなんかね葉差し勝手にね出てきてます。こういう子がね結構多いんでね増えますよね多肉ちゃん。でこっちの寄せ植えなんですけど、これはコロナに負けるなセットのおまけだったかな。この子たちもちょっとねやっぱり夏調子悪くって今ちょっとずつ復活中っていう感じで、周りにねセダムがねちょっと何個かね植わってたので家に入れたんですけど、若干やっぱりね徒長気味の子が多いので、またね植え替えしてあげようかなって思っています。このねロッティも寒さに弱いので、もうねこの間の寒波の時にはちょっとやばいなって思って、もうねこの子は本当にねすぐにね
家の中入れたんですけど、可愛くピンクに紅葉してたんだけど、家に入れた途端にね、やっぱりね、冷めてね、緑になっちゃいましたね。で、子カモも出てるので、本当にね、もう家でぬくぬく育ってほしいなって感じです。で、こっちはペンデンス。この子はね、もう毎年ね、カラス子だったんですけど、やっぱ北海道で、そんなにね、気温が上がらないっていうのもあって、結構ね、ここら辺今紅葉してるんだけど、枯れずにね、生き残ってますね。でもちょっとやっぱりね、弱々しい感じなので、もうしっかりお家でぬくぬく育てて、またね、暖かくなってから外にね、出してあげてね。来年こそは、もう、枯らさずに育てたい多肉ちゃんの一つです。でね、このね、ペンデンスにまさかのね、モンちゃん発見です。このね、ダーウィンシリーズっていうやつも、ちょっとかなりね、寒さに弱くって、もう結構ね、弱ってます。こっちの鉢もね、寄せ植えになってるんですけど、ピーチブリデと、ファンクイーンと、あとね、夏にちょっとバラバラになったサンバーストの石化がね、一緒に入ってます。で、こっちの吹雪の松は、いつもね、だいたい家の中です。っていうのも、外に出して寒さに当てちゃうと、葉がペナペナになっちゃって、なんかシュワッとね、シワが寄って、で、家に入れると結構ね、葉がしっかりしてくれているのでね、毎年部屋管理にしています。こんな感じ。で、このね、春萌えも、毎年ね、何も考えずに、部屋の中にね、入れてるんですけど、結構ね、多分寒さに弱いかなって感じでね、2つ鉢があるんだけど、2つともね、部屋に入れています。でね、こっち、パンクチュラータがね、ちょっと葉差しになってからね、育ってます。結構ね、葉が落ちてね、こっちもね、春萌えもね、芽が出てきてます。新しいね、小株ちゃんも出てます。こっちの鉢は、ビアホップの葉差しですね。ちょっとね、夏にやっぱりこう茎と茎じゃない、葉と葉の間がちょっとやっぱ徒長気味だったので、カットして下葉を取って刺したんですけど、その取った下葉をちょっとね、葉差しっこにしています。はい、これデザートローズ。デザートローズはカランコエなので、やっぱりね、寒さに弱いので家にね、入れています。で、子株もね、出てて、この子は本当に小吹きがよくって、こう、子株を外し、去年子株を外して植え替えた子は、昼間は外で、夜家に取り込むっていう感じなんだけど、もうこの子株がついてる子は、もうね、ずっとね、家にね、入れています。でね、やっぱちょっとね、家に入れると紅葉もね、冷め気味なんですけどね、一応ね、この大和姫で家多肉は最後なんですけど、この子はね、買ってから外にずっと出してなくて、ただ単に植え替えするのを忘れてて家の中にあるっていうだけなんですけど、大和錦がやっぱりね、日に焼けて結構やられちゃったので、この子も多分ね、色が濃い子は日焼けに注意してあげないとダメかなって感じで、まあ、寒さよりも日焼け対策かなって言った感じですかね。他のここの多肉たちはもう春までね、部屋の中でぬくぬくと育ってもらって、春になったらしっかり夏の暑さにも耐えれるようなね、丈夫なね、苗にね、育てていきたいと思っています。ただね、年末年始にちょっとまた寒波が来るっていうことで、今度の寒波はマイナス、気温がマイナスまで下がるみたいなので、ちょうどね、もう出かけてて家にいないので、もう多肉はね、全部家の中に入れて出かけていきたいと思っているんですけど、ね、寒波でね、ダメにしちゃうよりも、もう徒長してもいいから、もう家の中でね、
寒さをしのいでもらおうと思っています。徒長はねもう覚悟ですね。ということで今日の動画は寒さ対策で家に入れた多肉の残りを紹介していきました。またね年明けにはチョンパ祭りでチョンパしたね多肉のその後をねお伝えしていこうと思っているので、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録お願いします。また動画が面白かったためになったよって方はグッドボタン、コメントもお待ちしています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。